耳で読む。猫による人間のしつけ方。8。ドアをどうする？聞き物語。どんな家に住んでも、ドアが問題の種です。ドアの操り方を覚えなくてはなりません。というより、人間の操り方と言うべきかしら。猫を入れたり出したりするために、人間は何をしていようと中断してドアを開けなくてはならないという決まりを徹底させるのです。家族が猫の気持ちがよくわかって、しかも手先が器用という幸運なケースなら、玄関のドアの下の方に猫が自由に行き来できるような出入り口を工夫してくれるかもしれません。もちろん、これが誰にとってもとりわけ猫にとっては理想的。これさえあれば、いろいろ聞かれたり、お説教されたりしないで、夜の外出ができるというもの。でも、玄関だけでなく、家の中には、いろいろなドアがあります。部屋とか、洋服ダンスとか、戸棚とか、食料室、物置のドアなど。トラブルを避けるため、家中のドアを、いつも開けっぱなしにしておく、という習慣を、早急に作ること。廊下に面したドアや次の部屋に続くドアだと男たちが隙間風のことをとやかく言うので難しいかもしれません。でも洋服ダンスや戸棚ならドアを閉めておかなくちゃならない理由なんか一つもありませんからね。自分でドアを開けるコツもすぐ飲み込めます。特に曲がったハンドルのついたドアなら後ろ足を伸ばして立ち上がりハンドルに体重をかければ開けられます。丸いノブのドアだとちょっと難しいけれど、身長と体重があれば、ノブを押したり引っ張ったりしているうちに、回して開けることができるようになるでしょう。とはいえ、ドアが開けられても、それを人に知られてはなりません。猫のために、ドアを開け閉めするのは、人間の役目ですもの。猫は、自分のやり方は、自分だけの秘密にしておいて、いつの間にか戸棚に閉じ込められたとか、何かの理由で外に出してもらえない、などという時のために取っておくのよ。外から帰ってきたら、ドアを派手にガリガリやって、大声でニャオニャオやれば、誰かが気がつきます。外に出る時は、家族のしつけが行き届いていれば、猫は、ただドアの前に座り、ドアを見上げるだけでいいはずです。これで気づいてもらえなければ、振り返って家族を眺める。みんなが忙しそうなら、じれているとわかるように、にゃーにゃー泣く。どんな時でも、猫が外に出たがっていると気がついたら、家族は、していることを、さっと中断しなくてはいけません。だって、きちんとした家庭では、猫を最優先、すべきですからね。